ねえ、何してんの？そんな難しい顔して。受験勉強。え、俺たちまだ高1だよ。早くない？全然早くないよ。だって私10年受験勉強して、まだ合格できてないんだから。10年？何の受験？俺たちの年齢で10年前にやる受験って、小学校のお受験ぐらいじゃない？そう、私小学校のお受験で重浪してるの。は？何言ってんの？大学受験じゃないんだから、小学校のお受験に浪人とかないでしょ。あと重浪もしてるならもう諦めなよ。てか、幼稚園児が受けるレベルの試験に10回も落ちるなよ。それに高校入ったんだからもういいだろ。あとそもそも、もう小学校入れる年齢超えてるし。年齢を理由に夢を諦めちゃダメ。人生に遅すぎるなんてことはないんだから。あるよ、遅すぎるよ。そういうとこじゃないかな。お受験失敗してるの、そういう話が通じないとこじゃないかな。あとそれがお前の夢なのか。もううるさいな。今過去問解いてるんだから静かにしてよ。過去問？何何？お父さんのお母さんはあなたにとって何？むずすぎない？何これ、スマホなきゃ無理でしょ。友達の友達みたいなこと。おばあさんだよ。なんでわかんないんだよ。これは小学校重浪するわけだわ。そうなの。おばあさんって桃太郎に出てくる架空の生き物かと思ってた。桃太郎どんな話だと思ってたんだよ。どんな姿想像してたんだよ。よくその頭脳で高校入れたな。どうやって高校受験受かったんだよ。だって高校の受験は名前を書いておしゃべりしてたら入れたから。そうだった。こいつスポーツ推薦だった。高1で平泳ぎの日本記録持ってるただのバケモンだった。パリオリンピック出場の有名人だった。そりゃ簡単に高校入れるわな。小学校受験より簡単な高校受験ってなんだよ。いや、あのさ、もうスポーツで結果出してるんだからさ、今さら小学校受験とかどうでもいいだろう。嫌なの。私人生負け知らずできたから、負けたまま終わるのは嫌なの。スポーツじゃ負け知らずかもしれないけどさ、多分気づいてないだけで他じゃ負けまくってるよ。次の問題は、リンゴが10個入る箱に12個のリンゴは入りますか？私ならその場合は入れてみせます。思考回路が脳筋すぎるよ。バット、ラケット、まな板、野球に必要なのは努力。精神論、ブラック経営者かよ。絶対将来指導者になるなよ。リンゴ、みかん、カラス、この中で仲間外れはどれでしょう。仲間外れを作るのは良くないです。いいやつではあるんだよな。ふう、疲れた。今日は次の問題で終わりにしよう。なんか小学校受験重浪してる理由が分かったわ。もう諦めろって。スポーツが似合ってるから、私立のいい小学校行けなくてもオリンピック行けたんだから。次の括弧の中に入る言葉を答えなさい。なんだこれ。へえ、小学校の受験ってこんな難しい問題も出るんだ。あ、わかった。これ、親指とか人差し指とか指を指してるんだ。だから答えは薬だ。難しいな。全然わかんない。聞こえてない。集中力はすごいんだよな。天才肌ではあるから。わかった。これ、うちのアパートの並びだ。何言ってんの？私の住んでる3階には5部屋あるから、きっとそのことだ。だって、一番左の301号室には、私の親が住んでるし。なんで自分じゃなくて親中心に考えてんだよ。隣の302号室には人が住んでるし。そりゃそうだろ。真ん中の303号室には中国人が住んでるし。まだマシな理屈だな。そして一番右の305号室には小さいやつが住んでるし。口悪いな。ということは、右から2番目の304号室には薬中が住んでるから答えは薬だ。奇跡的に正解した。お集まりの記者の皆様、私は来年の小学校受験に専念するため、今回のパリオリンピックへの参加を辞退することにしました。